してるどうしたどうしたんやオラフくん動揺してるのいや、議論中の画面のあのちょっとあれなんですけど目屋さんの下にいつもオラフくんがおるんがちょっと面白すぎて何言ってたの？あ、ユンコマン来たわ。インポスター。ルーメイトだよ。ルーメイト。もうクソボタン。ナイス。いやー、ひどい。ダウンロードやってんだよ。タスク5個ぐらい終わったかな。早いなぁ早いなぁだとしたらあれ、ハスクガチあるんですかもしかしてあるあるよ、全然あるよ、ガチガチ狙うガチガチ狙うですよほんまかなあなんでないはい、ウイスどうもです。え？なポマエ。わびくしょ。くしょ。アドミンの前でみんなが喧嘩してたんで。またアドミン見てんのか。いやあの説教してました。もう見ないです。奈良子さんがアドミン見てたんで説教してました。もう見ないです。すみません。なるほど。あのオラくん剣士が探してたよさっき。あ、マジっすか、うん、どこいたの今後で、え、今は、宿舎前いましたあ、と思ってるインポスターだえ、なんでなんでダメですよ、グレーです、今のグレーン出ましたいや、ちょっと、動揺してるどうしたどうしたんやどうしたんやオラフ君動揺してるのいや、あの、議論中の画面の、あのちょっとあれなんですけど目屋さんの下にいつもアルマ君がおるんがちょっと面白すぎてダメよ、葉っぱの下にバナナとか言うんじゃないよそれ、そういうこと葉っぱがそれそういうことえ、もうその路線に行くことにしたんオラフもいや、違う違う大きいな気になっオラフその路線なの大きいもんねあ、ドズル車ってバナナいいんだみんな飛ばしすぎて疲れちゃうぞどうしたら大きくなるかとおっぱいが大きい女の子と付き合えるかしか考えてないか俺頭悪すぎだろお前あらあれ皆さんああ冬何やってんの静かです静かですいやなんかさ近を持ってさ最初に飛ばしすぎるとさ、うん、結構さきつくないまあまあいや俺結構さ序盤にさ近を飛ばしすぎるとさ、うん、きついんよねはいはいボタン押さえ目確かにシューズの人に全然ピーリッツがバイタルを見せろ絶対高田さん死んでるあれあ生きてたおいうわおいなんだなんだなんだうぇー長子さん長子さん全部言っおいうぇーなんだなんだなんだなんか言うことあるんちゃうか、ケイシおいこら。おいおいおい。おいしなさいよ。高田さん。怖いよ。ケイシ。おいや。一個だけ聞いていいか。おいや。なんで弁当のある部屋に入っていったきりそのまま姿を消したんだケイシ。どこにもいなかったぞケイシ。俺？どこに行ったんすか高田さん。どこに行ったんだケイシあの後。俺貨物にいたよずっと。無理だなケイシだ。しかも高田さん
たださん、貨物はアルマオラフォーマオジでわちゃわちゃしてます、3人で。あれ、いたじゃん、俺その中にね。マジで一緒にいたじゃん、オラフ君、俺オラフ君探してて、あのオラフ君と一緒に喋ってたもんね、さっき。じゃあアルマオラフ何の話してました？え、アルマオラフって何の話してました？いや、なんか七個の悪口ずっと言ってた。何言ってたの？言ってたじゃん。合ってんの？合ってんの？まあ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 。合ってる。いや、言ってたよね。ほら、だから合ってるよ。だから一緒に言ってたもん。みんなで七個の悪口。なんか内容は非公開でいこう。これオラフ君なんか剣士なんか言いたいことありそうだったけど、どうしよう。え、剣士さんって言ってたの？いや、言ってないです。言ってないです。あ、言ってないです。はい。いや、一緒にいたもんね。探してたんですか？え、僕なんで探してたんですか？いやいや、オラフ君と一緒にちょっといろいろやりたいな思って、はい、いや一緒にいたんだ。意味深いな、もう起こしたな。高野さんはいましたよ、貨物に。ほらほらまとめほら何まとめとか、えまとめどういうこと？違う、まあ、少なくともちょっと剣士がベントでイリュージョンしたのは間違いないから。イリュージョン、姿を消したマユネキと一緒に見てるから、これと一緒に見て二人叫びだ。固まりすぎやろ。キルチャンスっていうか、キルする能力がない。くしょ。これはエロ本。これもエロ本だ。よいしょ。何してるの、ラフ君？スタキー、誰か死んだ？狂人コムシ装備ナイス。出ない、死んでない。ナイスナイス。ちなみに貨物に高田さんはいなかったから、オラフ君は狂人です。いや、高田さんいなかったよ。オラフ君はそれ冗談で言ってるんじゃないの？ないの？いや、冗談ですよ。冗談で言ってる。まあ、剣者が味方じゃないよな、オラフ君。はい、僕、高田さんに入れましたもん、今日。まあ、そうだよな。剣者なんて別に味方…じゃあ、これオラフ君、剣士の、はい、剣士が写ってる写真、これ踏めるよな、オラフ君。剣士の顔が剣士の顔が写ってるこの写真、オラフ君踏めるよな。踏み絵しようとしてやがる。やばすぎ。踏みにじることができるよな、オラフ君。うわぁ、それはやばい。踏めないっすよ、それは。やばい。尋問の仕方が古いわ。この時代からやってきてるよ。愛国心が強いな。まあでも神だからね。踏むことができるよな。ナノコさんは踏めるんすか？いいね、今の。いい返しだった。おもろいな。いや、奈良子さん踏めるんですか。いいですね。いい。おもおじさん。おもおじさん。はい。おもおじさんでスロット打ったりしないんですか。いやー、全然しないですね。あ、しないんですね、珍しい。そう、ギャンブルは競馬だけ珍しいね。あら、奈良子さん。あれ、奈良子さん。奈良子さん。白いな。奈良子さん。奈良子さん。ナナコさん、これ聞こえる？あ、今聞こえる。あ、よかった、更新したら聞こえる。ずっと喋んないから何かなと思って。いや、ちょっと今のよかったね。あれ、なんだこのボタン。あ、サボタージュが入らない。あ、ほんとだ、サボタージュ入らない。ナイスナイス。ちょっと今のオラフク、さっきのやつ、一休さんみたいやったな、なんかな。ポンチ。じゃあ、トド様がトラを出してください。捕まえますので、さあ、今すぐ。あっぱれ。ちょっとオラフ君釣るのはやめるわ、俺。ありがとうございます。多分人外やけど。いやいや、僕人外じゃないっすよ。多分人外やけど。剣士初手からオラフ君のことを探してたから、多分人外やけど。確かに。オラフ君どこだろう。
ろうってずっと言ってたから。そう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 、探して。多分人外だけど、まあまあいいや。いや、な。だって、おるって言っちゃったもんな。おらんかったのに。いや、あと、ベントに消えたのは事実だけど、マッドメイトの可能性はあるんだよね。ちなみにどこのベントですか？いや、絶対インポスターです。絶対インポスターです。あ、絶対インポスターの。ちなみにどこのベント、どこのベントですか？あ、そうかそうか。メインの左下に、あの、ベントだけがある部屋があるじゃないですか。はいはいはい。あ、うん。あそこの中に剣士が入っていくのが見えて、あ、なんでそこ入っていくんだろうなと思って見に行ったら、もう誰もいなくなってた。そこにはもはや誰もいなかった。誰もいなくて。で、私その前にオラフ君どこにいるって高田さんに聞かれて、あ、さっき武器庫で見ましたよって言ってキッチンの方に降りてってんの見てるので、あれ、分身してない、分身してない限りインポスターキッチンからエンジンに来て、で入ってきてまた入った、あ、なるほどなるほど、そっかそっか、あ、じゃあ飛べる時点でインポスターなのか、マッドメイト、そう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 、そうですね、高田村の風神こと奈良子さんはタスク終わってますか？タスク？あと5個だよ。まあ、まあ何や、あとここだよ、まあまあまあ、まあまあ、今日はちょっと面白いこと優先してるから、ああなるほどなるほど、ああ、ありがてえ、死体の話は一切しないですけど大丈夫ですかこれ、この一票の話も何もする気ないよ、いやまた間違えた、タスクでおわばのおわ、しかもでさ、ね、ボタンで話そうとするのが間違いだよな。な、影丸。なあ、みさん、はい。そうは？ちかもでさ、みさん、なんすか？ちかもでさ、あれで話そうとするのが間違いだよ。お前、長くない？え、長くない、長くない。今、普通に話聞いてただけですよ。おい、話聞いてた。何が、何だと思う？ちかもでボタンで話そうとするのがさ、間違いだよな。まあ、私くらい。チカモでボタンで話しちゃダメなんですよ、マジで。え、手でいけない。手でいってくれる、いってくれそう。ナイス。賢い。賢いね。お、終わるとるで、おい。チカモで、うち、あいつ怪しいやついんだ、なんか。なんか変な。こっち変なおったね、今。あいつは怪しすぎる。あれ怪しいですね。ああ、タスク優先。いや、ちょっとこれで。あら、あれ、あれ、あら、あら、あら、え、あや、え、おまおじさん、あれ、おまおじさん、あれ、はい、影丸くんの死体がメインホールの真ん中に落ちてました。ほう、うんうん、はい、あれ、おまおじさんってさ、おまおじさんさっき宿舎前か、宿舎前に置いてきたよ、俺いましたね。いや、ね、僕カメラ見てたんですけど、新オラが出てった後にメイヤさんが降りた後におまおじさんが降りてるから、その3人の中だったらメイヤさんが一番後ろ。え、違う違う、その後オラフくんが登ってるよ、ミーティング。いや、登ってない登ってない、え、登ってる。一番最後はミーティングへ登ってボタン前にいましたよ。え、あ、そうかそうか、オラフくんが一番最後に帰ってきたのか。そうそうそう、降りた、帰ってってるはずだと思うよ。めえや、オラフのどっちかと思うけどな、おじさん切る。シン様もアーカイブまで行ってたから。ああ、じゃあシンタロウさん無理だな。そもそも僕影丸くん切るが無理なんだよ。うんうんうん、そうね、オラフくんと接近した際に、あのオラフくんのカチカチ音が、ダメだ、あ、待って、これ、違う違う、じゃ、え、これ待って、慎太郎さん、マッドベイか。マッドベイ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 とか、間違えた。多分、これ、僕、取られたら負けるんで、スキップじゃダメですか。ちなみに俺、タスクあと1個で終わります。僕も終わってます。僕も終わってる。じゃあ、メイヤさんインポスターの、慎太郎さん、強人かな。いや、オラフ君、キリボタン連打しましたよね、カチカチカチ。みんな、みんな多分、もうオラタカで二郎ってると思う。いや、マジ、高田さんやめてくれよ。これ、高田さんの戦略ですよ。いや、オラフメイヤだったらさすがにオラフ君に入れちゃうな。待って、今僕に入れちゃいました、これ。スキップ入れました。いや、スキップです。あー、スキップ入れた。
いや、ほんと、高田さん、マジでなんてことしてくれるんすか。全然、あと1個で。俺、なんならミーティングやから、行った後もう一回ボタン押す。どうしよう、スキップかオラフくん悩むな。いや、違う、あ、カカカ負ける、ほんまに負ける。まっとピーピーされちゃうよ。スキップでよ、スキップで。それで行けるなら、まあ、シッタロウさん、強じゃん。あ、危ねえ、危ねえ。ほんと、マジ負ける。危ない、危ない。おー、停電早く直してくれよ、奈良子さん。奈良子さん、二郎いた場合30秒で終わばの終わらから大丈夫でしょ、さすがに。二郎は絶対ないと思う、高田、高田さんの移動経路がインポスターでしょ。おせね、停電がまだ直ってない。はい、これでタスクは終わり。僕もう終わったん。停電行ってくるか。終わわの終わ、停電行くか。あら、慎太郎。ん？慎太郎。ん？おー、マジかよ。違った。マジで違った。マジで違ったじゃん。オラフ君だと思ってた。知るかよ、影丸そんな。オラフ君。確かに遅かった。いや俺もしてないから分かんないんだよ。なんであれで勘つかる。いや俺もしてないから分かんないんだよ。絶対に目あるオラフ君だと思ってた。おい、ケイシー、なんで面白いこと優先してねえんだよ、ケイシー。ちゃんと毒仕込んでんじゃねえかよ、ケイシー。何やってんだよ。めっちゃウケる、おもろっ。まんまと騙されてたな。絶対にオラフ君だと思って俺も普通のオラフ入れてたから。いやもうこっちやけど、そうか、焦りましたね。ガチで慎太郎さん超人で、そう、メイヤさんインポサーだったら化けるから焦ったな。いや俺はもうオラフ君が強人だと思ってたけどね。あはは、強人が強人。シンプルに。まあオラフ君人が硬いよな。俺はしてそうなるよね。だって貨物にいなかったもん。だからどうなんや。いや違う、しかもね、あれなんかちょっと状況が状況で、最後オラフ君 5,6 秒くらいだけ目離したから、なんか、あ、そっか、あ、リアルに、あ、リアルにそう見えたか。そう、なんかそれで通せると思ってると思う。そうや。